人間の子供は発見したのですが、部下どもがその取り逃がしてきたわけか。どうやらお前には我らが主に仕える自覚が足りないようだな。いいえ、私はそんな必ず次こそは必ず人間の子供たちを我らが主の前に生贄として捧げますを。祭壇が開いたようだが、お前が生贄を捧げたのではなかったのか。目当ての子供を取り逃がした挙句、生贄を捧げることにも失敗していた。あれはその私でもなく何者かに先を越され、その何者かの手によって捧げられたかどうか確認も取れていないの。でも子供はまだ何人もいるわ。だから次こそは。お前一人で手に負えないというなら、メガシードラモンをつけてやってもいいんだぞ。主への忠誠を示す機会とあらば、あいつもさぞ張り切ってせ。その前に俺がで必要ないわよ。門左衛門の手もメガシードラモンの手もいらないわ。今度こそ私が子供たちを捕まえてみせるもの。えい、どけどけどけ。あら、ガサツなやつだ。よそ者のガルルモンがここに何のようなのかしら。聞いたぞ、人間の子供から力を得た連中が敵として立ちふさがってるそうだな。だったら何だって言うの。この機会を待っていた。そんな連中力だけでどうにかなるとは思わないことね。お前また卑怯な手を使ってるのか。自分のまた単細胞なことね。それが愚かだ。どいつもこいつも胸クソ悪い連中だ。やめぬかお前と喧嘩打ってきたのはこ。まあいい、お前らが協調する必要はない。好きに動けばよい。言われなくても好きにさせてもらう。じゃあな。ああ、言うだけ言って言っちゃった。いいのかしら。腕だけは確かだ。それに人間の子供に恨みを抱いているのは間違いないからな。それよりいいか、アルケニモ、これ以上の失敗を。分かってるわよ。なら良いがな、次はないぞ。ここにいる門左衛門やメガシードラモンだけではない。お前の代わりはいくらでもいること。手を貸してほしければ言え。いまいましい、この私があんなガキどものせいで。いいわ、今に見てなさい。ダメだ、そっちへ行くな。戻れ、リョウ。リョウ、リョウ。
そういえばアグモン、それにみんなは。おはようカイト、ドラクモン。チッ、やっと起きてきやがったか。遅くなってごめん。昨日は相当疲れてたんだろ。仕方ねえよ。ところで他のみんなは。知るかよ、誰も来やしねえ。そうなのか。みんなとっくに集まってると思ってたのに。でもじゃあみんな、あっちこっち行ったみてえだぞ。暗い顔してよ。目の前でてめえらの仲間が一人霧に食われて、おめえと同じでみんな思うところがあるんだろ。みんなのことを少しそっとしておいた方がいいのかな。何言ってんだ。今は一刻も早くミュウを助け。それはもちろんそうだけど、正体不明の霧のこともあるし、みんな不安なんだよ。だからこそ早く助けに行かなきゃやべえんだろ。霧のことだけじゃねえ、化け物がミュウを狙ってるんだ。何としてでも昨日のうちにミュウを見つけておくんだった。いや、そもそも俺がミュウから目を離してさえいなけりゃ。カイト、ちょっと落ち着けよ。タクマの言う通りだぜ。うるせえ。これが落ち着いていられるか。妹の命がかかってんだ。そんなこと言われなくても分かってんだよ。けどな、一人でイライラしても仕方ねえだろ。もういい。議論してる時間も来ねえ奴らを待ってる時間も無駄だ。俺は一人でミュウを探しに行く。待ちなって。単独行動は危険すぎる。行くなら全員で行く。同感だ。おめえを危険な目になんて合わせられないからな。わかったよ。けど待つのは昼までだ。それ以上は待てね。昼まで待って誰も来なかったら、その時は誰が何と言おうとミュウを探し、俺一人でな。たくバカ野郎が。その時は俺も一緒に決まってんだろ。はあ、誰がバカだ。誰が、おめえ以外に誰がいるんだよ。どうせ本当は誰も巻き込みたくないとか、余計な一人で突っ走ろうとすんじゃねえ。何のために俺がいると思って。そうかよ、そりゃ悪かった。つうわけでタクマ、みんなを頼むぞ。昼間ではカイトが勝手に出ていかねえように俺がちゃんと見張ってる。わかった、みんなを呼んでくれ。Thank you.
Thank you.
よかった。そりゃあタクマが必死で頼みに来るからさ、無視するわけにもいかない。さっきまであれこれと悩んでいたくせにか。あー、それは言わない約束だろ。タクマくん、心配ばかりかけてごめんね。私もバッチリ復活したんだよね。そっか、よかった。ハルとミユキもちゃんと来てくれてありがとう。うん、それで本題のミユちゃんの救出の件だが、それについてはまず俺から一つ言わせてくれ。本当は妹のためにみんなを巻き込みたくはなかったんだ。なのにすまねえ。うわー、マジかよ。あのカイトがすまねえだって。ミノル、茶化すな。そうだよ、カイトの真剣な気持ちに。ミノルって本当調子者なのね。わかんないかな。俺はね、わざと空気を明るくしようとしてるの。ねえカイト君、私たちに申し訳ないと思うことはないわ。そうよ、私たちみんな、むしろ一刻も早く助けに行きたかったはずなのに。集まる。いや、昨日のこともそういうわけだから。みんな、ああ、もうちょっと待ってくれ。この状況で言うのは申し訳ないが、シュージ、今のどういう意味だよ。そのままの意味だ。化け物の敵に正体不明の霧、スリョウと同じように。もしかしたら。なんてこと言うの、修二さん。あ、僕は客観的な意見を言っただけで。ミユは助からねえってのが客観的な意見だっていうのかよ。おい、暴力はやめろよ。ハルとミユキもいるんだぞ。怖い、怖い。悪いけど、そいつの言ってることだけは認められねえ。僕はここにいるみんなの命に責任があるんだ。リーダーとして慎重な判断を下す必要がある。何がリーダーとしてだ。なも、ただ臆病か。おいカイト、僕は臆病な。君のような無鉄砲な人間には分からないかもしれないが、年上には年。シュージもやめてよ。うるさい、お前は黙ってろ。シュージさん、ちょっと落ち着いてください。カイトだって兄としての責任があるからこそ必死なんですよ。俺は、そいつみてえな軟弱な野郎に俺の兄貴の責任の大きさってもんが分かってたまるかよ。僕が無責任だって言いた。ああ、もうこれじゃいつまで経っても。僕やだよ、みんな。そんなの。
何とか言ってくれ。俺じゃ、じゃあここは民主的に多数決とか。それはどうなの、人の命がかかってる。冗談だって。それはないぞミノル。そんなこと言われたってよ。そんじゃ探しに行く組と残る組の二手に分かれるとか。それは反対だよ。行くなら全員でだ。俺の意見全否定じゃん。タクマが何とか言えって言ったのに。ごめん。もういい、手を貸してくれって言ったが、揉めるならなし。じゃあな、俺は行くぜ。勝手な真似はよせ。邪魔するな。シュージさんもカイト君もいい加減にしてください。葵くん、すっげえ、あの二人を一気に黙らせた。なかなかに勇ましい声だ。ここで言い争っていて何になるんですか。こんなの時間の無駄です。カイト君、シュージさんと喧嘩してもミュウちゃん。シュージさん、危険危険って言いますけど危ないからって。そんなつもりは。ミュウちゃんを探し出すのは元の世界に帰るための方法を見つけるためにも。あれ、なんか急に葵なんか切ったのはいいけど、葵恥ずかしがることなんてないわよ。さっき、いえ、あの、ごめんなさい。いや、葵くんの言う通りだ。すまない。俺もカッとなって。よし、それじゃミンを助けに行く通路にまとまったってことで。いや、なんでミノルが仕切り出すの。なんかそういうノリが必要かなって思ってさ。で、どこに向かえばいいんだ。確か昨日遊園地に探しに行くって言ってたよな。ああ、昨日会ったテントモンってやつの話によれば遊園地の方へ行ったみて。テントモンがキラキラしたとこ。キラキラしたところ、なんだ。向かったのは本当に遊園地。ほぼ間違いねえよ。あいつは昔から遊園地が好きだったからな。それが突然見下ろしたところにできてるならいか。キラキラの大きな輪があってすごかったもんな。子供ってのはみんな漏れなく遊園地が好きって相場が決まってるしな。みゆきとハルだって好きだろ遊園地。僕わかんない。わかんない。嘘だろ。遊園地にいる可能性が高いことは分かった。ならすぐにでも出発。じゃあみんな行ってらっしゃい。いやいやいや、君たちも一緒に来るんだよ。また？どうして。子供をさらうモンスターがいると分かっている今、君たちだけ残して。そうだろみんな。意義なしだな。そう、分かった。そう。ところで遊園地への行き方ってわかるかしら。昨日電波塔の上から確認したから問題ね。方角的にはいつもの森から遊園地に向かう道がどっかにあるはずだと思うぜ。よし、森の中を通ればいいんだな。僕が先頭を歩くからみんなしっかりついてきてくれ。なあ、ハル。なに？昨日のは、その、一体なんだ？ごめんなさい。僕にもよくわかん。そうか。ごめんな。二人とも急ごう。お姉ちゃん行こう。
ずいぶん歩いてきたけど、全然遊園地には着かない。昨日上から見た時はもっと近くに。つうか、ほんと僕が間違ってると言いたいのか。そんな風には言ってないですよ。でも万が一ってこともありますし。森の中は方角がつかみづらいのも事実だしな。あの、僕他に道がないか見て。そんなことをしてはぐれたりしたら二度手間になるじゃん。そうだよね。ああダメ、私ちょ。サキさん大丈夫？ちょっと休憩する。んな時間はねえ。とっとと先に進まねえと。このペースだとあっという間に暗くなっちまうかもしれないしな。ごめんなさい、僕とお姉ちゃんが歩くのが遅い。ごめんなさい。二人のせいじゃないよ。みんなも少し疲れてきてると思うし。そうよ、カイトもドラクモンももう少し考え。すまん。んなこと言ったってよ。ねえタクマ、本当にこの。そう言われると僕も。修二さんとカイトの言う通り、今から引き返すのも大変だし、休憩するにしてもここじゃ落ち着かないし。まあそれもそうなんだ。でももう少しだけ。そうだな、考慮しよう。こうして無駄話をしている方がますます疲れることになる。歩くペースは少し落としつつ。へいへい、わかりましたよっと。修二さん、なんだか苛立ってるみたいだから、あんまり余計なこと言うなよ。だな。まだ遊園地なんて全然見えてこねえじゃんかよ。面白いものとかないかな。ねえちょっと、さすがにそろそろ。サキさん顔色が。サキ、私に。さすがに休憩した。うむ、この先もまだ長いかもしれないこと。つっても先頭を切って。いいから黙って歩け。修二さん、そんな言い方しなくても。そうっすよ、みんなもう疲れがピークなんだし。休むのは遊園地に着いてからと思っていたが。やっぱりその方がいいって。かい、あれを見ち。お姉ちゃん寝ちゃった？完全に船こいでんな。確かにあれじゃ進むぞとは言えないね。はあ、分かった。それじゃあ少し休憩にしよう。幸いこの辺りには例の霧は出てないようだしな。うん、あれの怖い感じはしないよ。カイトも文句はないな。ねえよ。あー、やっと休める。サキ大丈夫？みゆきちゃんとハルくんもこっちで一緒に休憩しましょう。うん、起こしちゃったかしら。いや、目を閉じたまま歩いてるな。よっぽど疲れさせちまったみてえだな。幼い二人にはさすがに過酷すぎる道のりだっただろうか。かもな。でも過酷といえばあっちもみたいだけど。ロップモンのこと？シュージ。いいから黙って休んでろ。次は遊園地まで。
おい、そろそろ行くぞ。え、もう？ついさ、もう十分休憩したろ。遊園地まではまだ距離があるみてえだし、ここでちんたらしてる場合じゃねえんだ。カイトの言う通りだぜ。こんな、ロップも足痛いの治った？うん、僕もちゃんと歩くよ。シュージ、今度は足引っ張らないように僕もちゃんとするね。当たり前のことをいちいち言うな。どうしてシュージはいつも言葉がち、心に余裕がない証なのだろうが、ロップもあまり気にし、僕、大丈夫だ。シュージさん、みんな体力も戻ってきたみたいだし、カイトの言う通り、そろそろ出発しましょう。もたもたしてると、ミュウがどうなるかわかんねえんだからな。そんなこと、言われずともわかってる。みんな、先へ進むぞ。ようやく遊園地が見えてきたぞ。はあ、長い道のりだった。なるほど、あの木々の向こうに見える建物が遊園地と。あんなに大きな建物。あそこにミュウが。待ってろよミュウ。たくまたくま、僕が昨日見た大きな輪っかもあるよ。あれは観覧車って言うんだよ。見てるだけで楽しくなっちゃうのが遊園地なのよね。君たちはしゃいでる場合じゃないだろう、こんな時に。すいません。チェ、ちょっとくらいいいと思ったんだけどな。ミノル君、カイト君の気持ちも考えてあげて。待ってろよミュウ、俺がすぐに見つけ出してやるからな。カイト、焦ってんだろうが、視野が狭くなるといざって時危ね。わかってるよミノル、お前はカイトとは逆にもう少し。まったく、ミノルよりもハルとミユキの方がよっぽどお利口さんね。お姉ちゃん、もうすぐ。もうすぐ。面目ない。とにかくあともう少しで到着だな。中にどんな奴がいるかわからないし、慎重に行こう。うわぁ、本当に遊園地だ。あ、ボロボロの校舎と比べたら全然綺麗なものよね。ロープウェイを見た時も驚いたけれど、なんだか不思議な感じがするわね。なんだろう、ちょっと怖いわよね。え？どうしてどうして？遊園地って怖いところなの？いや、遊園地そのものが怖いわけじゃないんだよ。こうやって見るとちょっと不気味っていうか。まあね、子供の笑い声もない無人の遊園地なんて、そりゃ怖いに決まってるよ。無理はしなくていいんだぞ、ここは俺が様子を。いや、俺が一番に入るね。それお、おいミノル。
よかったな、チケット代は。まったく。なんだよ、これくらい。それでこれからどうしたらいいかしら。あら、葵、目的はミオを探すことでしょ。ええ、それはもちろんそうだけど、この中のどこ。なもん、片っ端から探すしかねえだろ。違いねえけど、ちっと効率が。とにかく中は広そうだし、手分けして探そうか。賛成。僕はタクマと一緒に探すぞ。じゃあ僕もシュージと。いや、ばらけてはまた何があるかわからない。戦いになった時も。そうか、そうだね。とにかく全員一丸となって動こう。僕たちみんなで一緒に。はーい、わかっ。ちぇ、まどろっこしいけど。修二さん、すっかり印刷の。よし、それじゃあ中に。こら、お前たち。え、うわ、侵入者め。ここから先へは通さないんだから。なんだ、新しい化け物の終わりには、なんていうか、ちっこいっていうか。かわいい。あ、葵。あ、違うのよ、違うの。で、何なんだてめえらは。邪魔するつもりなら。お前たちは悪者だな。女王様の命令で排除する。ここから出て行って。悪者とか女王様とかは何の話。全然わかんないよ。しらばっくれてもダメだからな。待ってよ、僕たちは悪者なんか。だってお前たちは子供をさらう悪いモンスターって聞いてるよ。悪いモンスターをここに入れるわけにはいかないのよ。人さらいはすぐに出てけ。僕たちはそんなことしないよ。一体何がどうなって。僕らが。俺たちはアルケニモンってやつにさらわれた子を探してここに来たんだ。ミュウって言うんだ。見なかったか。アルケニモン、あのドアクトーのことね。まさかここに来たのもアルケニモン。ついに正体を現した。あんたたちはあいつの手下なのか。いや、そうじゃなくて。ダメだ。そもそもそんなに大勢の人間の子供をさらって連れ歩いてるじゃないか。お前、さらってないよ。いや、俺さらわれてねえし、こいつらは俺たちの仲間だし。いかにも、彼らは決してあや。本当？え、どういうこと？女王様から。どうする、どうしよう。しょうがないから、作戦。なんか始まったみたいだけど、俺たちもどうする。とにかく話を聞いてくれないかな。のこと？こと？って、あれは怯えて固まってるんじゃなくて、あの二人の。どうしたら僕たちが子供をさらって。それを信じたら女王様が嘘つきってことになっちゃうじゃない。じゃあ嘘ついてんじゃねえの？聡明で無敵の魔法使いの女王様が嘘なんておっしゃるものか。あ、またお前、女王様に気に入られようと思って心にもないこと言って。だって気に入られないと石にされちゃうし。あ、今のは内緒ね。石にされるって
何それ。だとしたら女王様の方が悪者じゃ。石にされちゃうなんて怖い。待てよ、そいつ相手を石にするような力を持っているのか。そうよ、仲間の一人が石ころになったところを女王様のお力で元に戻したの。石にするも戻すも自由自在。ここにもそんな厄介な化け物がいる。とにかくその女王様に会わせてくれ。いやよ、お前たちに侵入されてはわた…じゃあ俺たちが女王様を説得するなり、なんだったら倒してやるからここを通せ。それでいいだろう。え、そんなこと。どうしよう、いい機会かも。待ってよ、こいつらなんかに。そうだそうだ、それに女王様は言っていた、大きな人間は悪者だって。こいつらは大きな人間だから悪者ってことね。意義なし。大きな人間、体の大きさ、大人のことを言ってるのかな。いや、僕らは大人とは言えないと思うが。ああ、もうますますわかっ、くそ、そん、おい、いいから早く。とにかくここ、そういうこと。俺とカイトの、いや、でも冷静に話。そうよ、何でもかんでも戦う。そんなこと言って、なんかこう、獣同士でいい感じに話しつけてくれたりとか。できればそうしたいものだが。たくま、どうしたら。やめようよ。来ないと言うならこっちから行くわよ。うわあ、おい、いい加減。お仕置きが必要。やるのか。やっぱり悪者だ。あ、くそ、もうこれ仕方ない。どうするの。こうなったら女王様に逃げてった。何だったんだ。わかんないけど。いいんじゃない、結果的に戦わずに済んだ。そうね、あの子たち相手に戦うのはちょっと気が引けるもの。まあな。だがほっといていいのか、あいつら上…確かに気に…あんな変な奴らに構ってる場合じゃねえ。とっとと。わかった、そうしよう。おお、なんか広いと。中央広場とか。ってことはここが敷地のど真ん中ってとこか。位置関係が分かりづらいな。地図でもあればよかったんだが。元の世界の遊園地だとさ、こういうとこでショーとかやったりすんだよな。ミノル、ショーとはなんだ。いろんなキャラクターが歌ったり踊ったりパレードしたりするんだよ。着ぐるみを着たキャラクターがわーっと出てたりとかね。へー、なんだか楽しそうね。お客さんを巻き込んでいきなり物語が始まったりすることもあるんだよな。お前たち、ここからは一歩も通さないぞ。ありがち。それってああいう感じ。感じん、ああいうって。お前たち、今度こそここから先へは通せないぞ。覚悟しなさい。また出やがっ。さっきは慌てて逃げてったくせにな。あれは逃げたのではない。戦略。戦略的な戦略。その言い方はおかしくはないか。表現が。修二さん、そんなマジ。こら、動くな、妙な動きを。ん、
あれってだからあれそれだ、やっちゃうんだ。あのねそうよ、さっき遊園地の入り口でも言ったでしょ。でもここまで追いかけてきたじゃない、悪者だからしつこく。え、違うって、僕たちはただ人を探しに。だー、もう我慢ならねえ。おい、カイト、これ以上話しても時間の無駄だ。邪魔し、力ずくで蹴散らしてやる。怖くなんてないからな。いや、結構怯えてるじゃん。ちょっとかわいそうだよ。カイト、ここは落ち着いて。うるせえ、タクマも邪魔すんな。あんなちっちゃい子たち相手に戦う気？こっちに来るな。負けるつもりはないけど。散々人をちょくりやがった。